草の田です。今回はジングルベルをソロギターで弾いてみました。クリスマスまでねあと1週間なんですけど、僕のこのアレンジだとまだ間に合うと思います。今ここにねこのタブ譜をバッと出しますので、スマホの方はねスクリーンショットをして練習に臨んでみてください。ではどうぞ。できたかな？スクリーンショット便利ですからね、有効活用してみてくださいね。これであと1週間でも間に合うと思います。ぜひね弾いてみて、ツイッターとかインスタグラムとか、インスタグラムは動画ないのかな、わかんないや、ツイッターに載せてみてください。では解説に行きたいと思います。今回はねまたギターレレを使っていました。でチューニングは普通のアコギをカッポ3につけた時と同じなので、もし普通のギターで普通のチューニングだった場合はカッポ3につけて弾くと僕のタブ譜の演奏のねキーと一緒になりますので大丈夫です。安心してください。ではですね、コードはなんと C と F と G しか出てこないので、まあ簡単だと思いますね。間に合う、まだ1週間間に合います。あなたも間に合う。では弾いていきましょう。まず C ですね。普通に C を押さえていいです。これはでこの辺から小指がねちょっとピコピコピコと動いていきます。でここの F は正派でもいいんですけど、正派じゃなく省略コードっていうんですかね、 Dm7 を押さえて、で6弦の1フレットを親指で押さえる感じでも大丈夫ですね。でここまでできればこの曲の4分の1ぐらいは弾けたも同然です。でまだ簡単ですね。でもう一回ジングルベルスつかなる、今日は楽しいクリスマスと、まあこの辺も全然歌いながら弾けるぐらいですね。でここでちょっとメロディーが入るんだけど、3弦にねメロディーがあって 1,2 弦を弾かない場所なんですけど、ちょっとね弾きにくいかもしれない。この親指と人差し指と中指で 5,4,3 弦を弾くのでちょっと弾きにくいかもしれないんですけど、まあ頑張ってみてください。手の大きい人頑張ってください。よくね手が小さいとか弾けないとか不利だとか言うんですけど、こういう場合はね逆に手の大きい人が不利なんですよね。あとここ高いとこ弾くとかね、手大きい人が、ね、不利になりますね。そういう人はこの時こそ手が小さい人の、ね、本領発揮の時です。小指1弦の3フレットを押さえている小指をそのまま5フレットに動かしていきます。そうすると人差し指がちょっとグイッとこっちまでいきますね。その人差し指は今度6弦の3フレットに、だから手の動きというか手の形はねあんまり動かないんですよ。うーとかいう風になんないんです。だからただこうスッと動かして人差し指もシュッという動かしてあげるというイメージでね。へ
Hey という感じですね。ここ、ね、1弦の3フレットが G の音で Hey と Hey の音になるんですけど、もし余裕がある方は G の12フレットとかね、ハーモニクス入れてあげると、もっとおしゃれになるかもしれない。てて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 てヘイみたいな感じでね。でまたメロディーに入ると、まあどっちでもいいです。同じジングルベル、ジングルバル、今日は楽しくり、ここでちょっとプン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 と拍をね、一小節に一拍ずつにしてエンディング感を出していきます。トゥ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 と、ここね最後ね C の6、9といって、ちょっとおしゃれなコードを入れてみました。押さえ方はそんな難しくないから、人差し中指で5弦の3フレットを押さえて、で人差し指で4、3、2をちょっと制覇します。でだけど2弦も制覇するんですけど、これはしょうがなく押さえてるだけなんで、2弦の3フレット中、薬指小指で3フレットね、こんな感じです。もしこれ難しいっていう人は C のね、G の G の音出してこう C のなんていうんですかね、まあ、C 押さえて1弦の3フレット押さえてあげる、この音もいいですね最後の、まあ、最後は工夫してみる、ただの C でもいいと思いますけど、いろいろ方法があると思います。こんな感じですね。どうでしたでしょうか。なんか弾けそうじゃないでしょうか。1週間ぐらいでね。でこのタブ譜を利用するとですね、ちょっとアップテンポ風にもできるのでやってみてください。みたいな感じでね、このネイルアタックっていうんですかね、あの弾きながらパーンとやる方法を使うとちょっとね楽しい感じになりますので、こういう風な工夫もできますのでやってみてください。では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。